はい、ヘンテナをベランダに設置して受信する実験です。またテレビの受信レベルの数値で比較してみたいと思います。 NHK 名古屋ですね、 76% 非常に強い受信ができています。 74% ちょっと下がりました、まあ、若干ですね、グラグラしてますんで、多少上がったり下がったりします。ご理解ください。はい、サイドに向けてみます。まあ、ヘンテナの指向性をちょっと確認するっていうことなんですけどね。サイドに向けると 44% で、やっぱかなり落ちますね。やっぱヘンテナも、やはり指向性方向に対して真横はね、かなり電波が弱いなということがわかります。再び正面を向けました。78%。わ、強いですね、78% というのは。非常に強い状態で、NHK 名古屋が受信できています。まあ、ヘンテナってね、これ縦長なんで、設置がね、楽ですよね。横幅10センチぐらいしかないので、割と狭いところにも設置できるっていうのがあるかと思うんですが、横向けると今度は 36%、これ受信できてない状態になりますね。正面78なのに、サイドは37。結構ヘンテナも指向性強いですね、うん、そういう感じがします。はい、まあ、正面78は強いです。これは強力に受信できていますね。続いて NHK 教育、 NHK 教育はねちょっと電波弱いんです。で 64% やっぱり弱いですね。さっき NHK 名古屋は78だったんで、ただ 62% っていうのは十分テレビの画面はきれいに受信できている状態です。64%。まずまず受信できてますね。サイド、南の方に向けてみます。40%。厳しいですね。47。まあまあ、51。これだったらまだ受信は一応できるんですけど、正面向けて66。これは結構ね、強力に受信できてますね。これは NHK 教育、ここで受信する中ではね、ちょっと弱い電波なんですけど、それでもきれいに受信できている状態でした。東海テレビ 72%、 これはまあ強いですね。 74%、 もうこれも安定してきちんと受信できている状態です。東海テレビですね、東京でいうとフジテレビ系ですね。横に振るとサイドですね、南に向けると 48%、ざっくり言って東の方向に、電波を送る送信塔があるので、南の方を向けると真横になってしまうんですが、再び正面 76%、 強いですね、東海テレビも、強力に受信できてますね。まあ、ヘンテナ、受信感度はなかなか良いようですよ。CBC テレビ 71%、 これも強いですね。 71% というのはもう非常に安定して受信できている状態です。はい、 CBC 東京でいうと TBS 系ですね。サイド南向けた場合 40% っていうと、もうこれは映るか映らないかギリギリぐらい、あ、39%、映らない状態になってますね。サイドは結構切れますね。正面向けたら 71%。 もう横向けたら映らないっていう状態ですね。正面71は非常に安定して受信できてるんですけど、やはり結構指向性はあると。はい、メーテレ名古屋テレビですね、東京でいうとテレビ朝日系です。 77%、 これは強いです。なんかね、名古屋テレビはね、ここのベランダでだいたいやや強い受信の数字が出ますね。70、しかしサイド振ると 58% だったら結構映りますけどね。 53%、 はい、まあでも正面が78っていうことを考えると77、やはり、サイドね、横向けた場合にはガクンと受信感度は落ちますね。メーテレ
テレビ朝日系でした。続いて中京テレビ、中京テレビ 76%、 これも強いですね。 76% は強いです。そうですね、東京でいうと日本テレビ系ですね、日テレ系が 77% で、横を向けるサイドを向けると 38%。 77% でもサイドを向けると 37% 映らなくなっちゃうんで、結構あれですね、横方向は強くない。 77% 正面向けると 77% 非常に強力に入ってるけど、やはり、サイド横向け90度横向いてしまうとその状態でも映らなくなるってことですね。テレビ愛知です。東京でいうとテレビ東京系列ですね。 77% 強いですね。 78% これも強いです。なんかね、テレビ東京系ね、なんかそんな強くないような気がするんですけど、ここの受信状態は他局よりも強いっていう感じですね。で、横向けてみました。南を向けた 46%。 まあ一応受信はできてるけど、当然ね、正面より弱いですね。 JBL のスピーカーが好きなんです。 DIY まあまあ得意です。ヘンテナ作ったり、電子工作、アナログテスター、デジタルテスターの解説もしています。魚釣りもたまにします。あまり釣れないですけどね。チャンネル登録よろしくお願いいたします。